ご注意ください。豊橋行き一部特別車の快速特急です。電車が
指定で入チケットが必要です。全車特別車ニュースカイ中部国際空港行きです。座席の方に設定して手届きます。戻り間違いのないようご注意ください。次の停車駅神宮前を出ますと終点の中部国際空港まで途中の駅には止まりませんでご注意ください。
東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。豊橋行きです。降りる方を先に通してからご乗車をお願いいたします。ドアの前広場全車特別車のミュースカイです。神宮前に止まります。このミュースカイの座席は指定でミューチケットが必要です。下の駅に普通です。郊外行きの急行発車いたします。ご乗車ください。ドアが閉まります。
中部国際空港行き一部特別車の特急です。神宮前、大田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。黄色い線までお下がりください。列車到着です。足元黄色い線までお下がりください。大田川横浜方面一部特別車中部国際空港行き特急でございます。乗車券だけでご利用の方は後寄りの4両になります。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知念、新南城、東岡崎、高温に止まります。特別車は1号車、2号車で黄色い行き一部特別車の特急です。神宮前、大田川、阿久井、知多半田、青山、知多岳豊、久喜、上野間、三浜緑園、知多奥田、野間に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。お下がりください。中部国際空港行き全車特別車のニュースカイです。神宮前に停まります。このニュースカイの座席は指定で入場チケットが必要です。4番線の全車特別車ニュースカイ黄色い線までお下がりください。
東岡崎方面豊橋行き一部特別車を運休です。神宮前、知立、新南町、東岡崎方面に参ります。特別車は1号車。神宮前、大田川、阿久井、知多半田、青山、知多岳豊、久喜、東和口に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか身内チケットが必要です。豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席ニュース会です。神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定で身内チケットが必要です。54分発全車特別車ニュース会中部国際空港に1番線の電車は通過電車です。ご注意ください。電車が参ります。黄色い線までお下がりください。通過電車です。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか身内チケットが必要です。3番線到着の列車は45分発大田川、知多半田方面特急大和行きです。一般車両は後ろより3号車から5号車乗車駅番号7番から14番でお待ちください。Thank you.
1号車。
特別車は1号車、2号車での座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場券が必要です。乗車券のほか、入場チケットが必要です。
番線の電車は通過電車です。ご注意ください。乗車券のほか、ニューチケットが必要です。広和行き特急です。1号車と2号車は特別車、ニューチケット必要です。ご注意ください。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかニューチケットが必要です。特別車の特別車に来ると
4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の運休です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、甲府に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。特急豊橋行きです。一般車の後ろの4両、3号車から6号車です。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。黄色い線までお下がりください。電車の到着、まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。中部国際空港行き全車特別車のニュース会です。神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定で、入場チケットが必要です。ニュース会中国際空港行きです。乗り降りは特別車両券、入場チケットが必要になります。車内生産では座席の指定ございませんので、あらかじめご了承ください。黄色い線までお下がりください。
東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席が最中部国際空港行き全車特別車のニュースカイです。神宮前に止まります。このニュースカイの座席は指定でニューチケットが必要です。電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、高尾に止まります。特別車は1号車、2号車で雑に行き一部特別車の特急です。神宮前、太田川、阿久井、知多半田、青山、知多岳豊、久喜、上野間、美浜駅園、知多奥田、野間に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかニューチケットが必要です。最後までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場券が必要です。国民の上、取り用ください。本番線に電車が入ります。黄色い線までお下がりください。中部国際空港行き全車特別車のニュースカイです。神宮前に止まります。このニュースカイの座席は指定でニューチケットが必要です。電車特別車ニュースカイ中国際空港行きです。これはニューチケットの座席は3カメラのやつです。コスカ、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかニューチケットが必要です。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、高尾に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には一部特別車の特急です。神宮前、太田川、阿久井、知多半田、青山、知多岳豊、久喜、高和口に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかニューチケットが必要です。高和行き特急です。1号車と2号車は特別車、高和宮、一号宮、新木曽川、笠松に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか3番線から電車が発車します。ご注意ください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は
1号車、2号車で座席は指定です。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。中部国際空港行き全車特別車のニュース会です。神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定で入場チケットが必要です。山線はニュース会の中部国際空港行きです。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。指定で入場チケットが必要です。3番線の電車は大田川方面の中部特別車の特急です。神宮前、大田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、地理方面の東岡崎行きに止まります。特別車は1号車
4番線の電車は、
Thank you.
まもなく三番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。回送電車です。ご注意ください。新安城東岡崎大に止まります。
列車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、運賃免許が必要です。豊橋行きの特急です。前から1号車、2号車は特別車、運賃免許が必要です。電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面豊橋行き一部特別車の快速特急です。中央前東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で4番線電車の到着です。ご注意ください。他電気ケットが必要です。4番線到着は快速特急豊橋行きです。前2両1号車、2号車は一番後ろ8号車です。ニュース隊のご利用には乗車券のほか身内チケットが必要です。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。中部国際空港行き全車特別車のニュース会です。神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定で入場チケットが必要です。到着は全車特別車ミエスカイ中部国際空港行きです。お手元のミューチケットの号車座席番号を確かめの上ご利用ください。中部国際空港行き一部特別車の特急です。一部手前大高の終わりを越すか浅倉新米の横滑りに止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。3番線電車の到着です。ご注意ください。3番線到着は大阪は徳田方面に参ります。特急中部国際空港行きです。前2両1号車、2号車は特別車入場チケットが必要です。ドアの前は広く開け、黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、地流、新南城、東国大方面に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場券が必要です。4番線到着は特急豊橋行きです。前2両1号車、2号車は特別車ミューチケットが必要です。
指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。まもなく6番線に電車が入ります。黄色い線までお下がりください。新安城方面の急行岩倉、高山、柏森、犬山駅前に止まります。特別車は1号車、2号車で座席が指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。線の電車は東岡崎方面の一部特別車の快速特急豊橋行きです。東岡崎止まります。特別車は1号車2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。方面の急行平吉田行きです。新安城、南安城、桜井、米津、桜町前、西尾の順に止まります。6番線の電車は新安城方面の急行平吉田行きです。新安城、南安城、桜井、米津、桜町前、西尾の順に。お忘れ物をなさいませんようにお送りください。豊田市、佐賀げ、刈谷、碧南方面へお越しのお客様が、6番線の電車は東岡崎方面の一部特別車の特急豊橋行きです。新安城、東岡崎、甲に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。中部国際空港行き全車特別車のニュースカイです。神宮前に停まります。このニュースカイの座席は指定で入チケットが必要です。前から1号車、2号車、3号車で乗車が4号車になります。
ご注意ください。電車特別車のニュース会です。名古屋、岩倉、東南、犬山、三浦の駅に停まります。このニュース会の座席は指定でニュースセットが必要です。どうしまります。ご注意ください。入りの方で特別車の特急です。神宮前、太田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか黄色い線までお下がりください。電車の到着です。後編発特急チーム国際空港行きです。一般車は後ろの4両、3号車から6号車です。ドアキーは広く開けて降りられるお客様を先にお通しください。並んだ待ちいただいております。列横からの割り込み乗車ご入れください。後から見えたお客様は列の後ろへ並び線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、千流、新安城、東岡崎、法に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。車には特別車が入車券が必要です。7点発で特急豊橋行きです。一般車は後ろの6両、3号車から8号車です。奈良田町、太田川、南鍵屋、辰巳ヶ丘、阿久井、知多半田、青山、知多掛豊、久喜、上野間、三浜緑園、知多奥田、野間に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。事故先発、太田川、知多半田方面、特急、宇都宮行きです。南鍵屋、辰巳ヶ丘にも止まります。線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。回送電車です。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、千流、新安城、東岡崎、方に止まります。特別車1号車、2号車で座席は指定です。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。
神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。2階の座席は指定で、入場チケットが必要です。横須賀、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。3番線お待たせいたしました。電車の到着です。ご注意ください。線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。51分発快速特急豊橋行きです。一般車は後ろの4両、3号車下がりください。中部国際空港行き、全車特別車のニュース会です。神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定で、入場チケットが必要です。全車特別車ビュースカイ中部国際空港行きです。座席は指定指定です。この前で待ちください。乗車位置の3番から6番は座席が大田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかチケットが必要です。到着の電車は5連発特急中部国際空港行きです。一般車は後ろの4両、3号車から6号車です。ドアフキーは広く開けて降りられるお客様を先にお通しください。中でお待ちいただいております。列横からの割り込み乗車はご遠慮ください。線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、高尾に止まります。特別車は1号車、2号車、座席が指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。7分発特急豊橋行きが参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎で止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。快速特急豊橋行きです。一般車は後ろの4両、3号車から6
号車です。国際空港行き全車特別車のニュースカイです。神宮前に止まります。このニュースカイの座席は指定で、ミューチケットが必要です。24分発ビュースカイ中部国際空港行きです。この電車の座席は全て指定。この3番線には35分発大田川常滑方面で特急中部国際空港行きは6両で到着いたします。前から1号車、2号車は特別車、ミューチケットが必要です。一般車は3号車から6号車、線路の横にあります乗車1番号、7番から14番の屋根お待ちください。朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、ミューチケットが必要です。3番線は大田川、朝倉、新舞子、常滑方面に参ります。特急中部国際空港行きです。前から1号車、2号車は特別車、ミューチケットが必要です。東岡崎方面、豊橋町、道中、大江、大洋町、千葉の市、北京に止まります。新南町、東岡崎、高温に止まります。特別車は1号車、
まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。3番線から新宿の地域新安城東岡崎鳳凰以南に止まります。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、入チケットが必要です。すみません、電車が到着いたします。黄色い線が違うのにお下がりください。大阪は知多半田方面特急鳳凰行きです。前より1号車、2号車は特別車です。一般車、1号、6号、3号車から8号車まで行きます。大流ポスター、中倉、新米港、高鍋方面ご利用の客様は、大玉で19チーム国際空港機にお乗り換えいただけます。チーム国際空港ご利用の客様は、大玉で19チーム国際空港機にお乗り換えください。中部国際空港行き一部特別車の特急です。神宮前、大田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、入場チケットが必要です。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。2号車は特別車で乗車券のほか、入チケットが必要です。一般車は後より6両、3号車から8号車です。特急が広く分けて、お客様をお席に戻してまもなく3番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。大田川方面の宇都宮行き普通です。まもなく3番線に電車が参ります。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。知多半田方面の宇都宮行き一部特別車の特急です。神宮前、大田川、阿久井、知多半田、青山、知多岳豊、秋、上野間、三浜横屋、知多奥田、止まります。特別車は1号車、2号車で座席
1車には乗車券のほか、自由チケットが必要です。4番線の電車は15分発に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前、知立、東岡崎に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、自由チケットが必要です。4番線の電車は21分発一部特別車快速特急豊橋行きです。4番線の電車は東岡崎方面の快速特急豊橋行きです。24分発全車特別車ミュースカイ中部国際空港行きが4両で参ります。前から1号車、2号車、3号車の順で一番後ろが4号車です。現地チケットの号車席番号を確かめの上ご利用ください。4番線の電車は24分発全車特別車ミュースカイ中部国際空港行きです。この電車には乗車券のほか特別車両券、次3番線マリバス電車は35分発特急中部国際空港行き6両で参ります。前より1号車と2号車は特別車で乗車券のほか自由チケットが必要です。特急中部国際空港行き一般車ご利用のお客様は乗車位置7番から14番の間でお待ちください。一部特別車の特急です。神宮前、大田川、尾張横須賀、浅川、新前の常滑に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。どうも、電車到着です。ご注意ください。到着は9時35分発特急中部国際空港行きです。前より1号車と2号車は特別車で乗車券のほか自由チケットが必要です。一般車ご利用のお客様は3号車から6号車後ろの4両を取り寄せます。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、甲府に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか自由チケットが必要です。4番線到着の電車は特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか自由チケットが必要です。
3番線の電車は通過電車です。ご注意ください。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。花山行き普通です。2番線は次の駅が終点花山駅でございます。Thank you.
まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。笠松、新木曽川、一之宮、大宮、名古屋、長山、新宿、東岡崎で止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか、ニューチケットが必要です。竹花方面は笠松でお乗り換えとなります。
名古屋行き全車特別車のミュースカイです。このミュースカイの座席は指定でミューチケットが必要です。2番線参りました電車は32分発のミュースカイ名古屋行きでございます。全車特別車でございます。ご利用には乗車券のほか特別車両券ミューチケットが必要です。名古屋一宮方面の岐阜行き一部特別車の特急です。名古屋鴻宮一宮新木曽川笠松に止まります。特別車は1号車2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほかミューチケットが必要です。1番線参りました電車は34分発の一部特別車特急岐阜行きでございます。一般車前寄りの4両6号車から3号車でございます。ご乗車のお客様は恐れ入ります。降りる方を先にお通しいただきますようお願いいたします。列車は1号車、2号車、3号車、4号車、5号車、6号車、7号車、8号車、9号車、10号車、11号車、12号車、13号車、14号車、15号車、16号車、17号車、18号車、19号車、20号車、21号車、22号車、23号車、24号車、25号車、26号車、27号車、28号車、29号車、30号車、31号車、32号車、33号車、34号車、35号車、36号車、37号車、38号車、39号車、40号車、41号車、42号車、43号車、44号車、45号車、46号車、47号車、48号車、49号車、50号車、51号車、52号車、53号車、54号車、55号車、56号車、57号車、58号車、59号車、60号車、61号車、62号車、63号車、64号車、65号車、66号車、67号車、68号車、69号車、70号車、81号車、82号車、83号車、84号車、85号車、86号車、87号車、88号車、89号車、90号車、91号車、92号車、93号車、94号車、95号車、96号車、97号車、98号車、99号車、100号車、101号車、102号車、103号車、104号車
ニュースカイです。神宮前に止まります。このニュースカイの座席は指定でニューチケットが必要です。 The train at platform 4 is bound for Central Japan International Airport. ドアが閉まります。
次に3番線には5分発大田原常滑方面一部特列車特急中国際空港行き6両で参ります。1号車と2号車は特列車です。乗車券の他特列車料金フリーチケットが必要です。乗車券のみでご利用のお客様は後より4両3号車から5号車と一般車にご乗車ください。一般車の乗車率は7番から14番車まで必要です。2番線に参りました電車は16時2分発電車特列車のニュースカイ新沼行きです。ご利用には乗車券のほか特別車料金入手が必要です。黄色い線までお下がりください。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の快速特急です。神宮前地流東岡崎に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。電車は乗車券のほか入場が必要です。
下半身、青山、下掛け豊、付近、大川口に参ります。特別車は1号車、2号車で座席が指定です。特別車には乗車券のほか、入室券が必要です。一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、ホームに停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。東岡崎方面の豊橋行き一部特別車の特急です。神宮前、知立、新安城、東岡崎、ホームに止まります。特別車は1号車、2号車、指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。1号車、2号車で
座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。さあ、まず参りました。電車は乗車券のほか、入場チケットが必要です。The train platform
The train at platform 4 is not
車の特急です。神宮前、大田川、阿久仁、下神田、青山、下掛豊、木、大川口に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。3番線電車にお注意ください。大田川、下神田方面、一部特別車の方向です。前の2号、1号車、2号車、特別車です。一般車は通り4号、3号車から6号車です。車の駅急です。神宮前、知立、新南城、東岡崎、高温、稲に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。大田川、下神田方面、特急内海行きです。一般車は後ろの4両、3号車から6号車です。阿久仁行きでは交番行き普通にお乗り換えができます。阿久仁、北神田、青山、下掛豊、吹き、上野間、三河緑園、下奥田、野間に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。この特急は南鍵屋と辰巳ヶ丘にも止まります。乗車券のみでご乗車のお客様は後ろの6両3号車から8号車の一般車にご乗車ください。次までお下がりください。下半田方面の宇都宮行き一部特別車の特急です。神宮前、大田川、阿久仁、下半田、青山、下掛豊、吹き、上野間、三浜駅へ、下奥田、野間に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。
番線の電車は通過電車です。ご注意ください。